はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、ストレッチ6日目になります。180度ね、開脚したい方の動画の6日目になりますんで、5日目とかね、4日目見てない方はね、そちらからご覧ください。今日は6日目ということで、体が柔らかくなる人ならない人、かなりね、差がこっから出てきます。あと今から5日間で180度開脚するためには、しっかりね、呼吸を意識しなければいけません。できるだけ息を吐きながら、深く吐きながらですね、ストレッチをしていくということをかなり意識してもらうと、ここからまたどんどんね、伸びていきますんで、そこを意識しながらやってもらえたらと思います。ではやっていきましょう。はい、じゃあまずは足をですね、広げてもらって、ここからね、しっかりつま先を伸ばしてですね、交互に体を振っていきます。こういう感じです。コツコツね、やってもらうことがね、ストレッチのコツ、そして筋肉がね、しっかり緩んでくれますんで、1日空いただけでもね、体ってやっぱ硬くなりますんでね、しっかりね、毎日続けてもらう習慣をこの10日間でつけてもらえたらと思います。こういう感じです。しっかりまずやっていきましょう。このストレッチっていうのはですね、もちろんダイエットにもね、すごく効果的でして、はい、つま先上げて、筋トレももちろんね、代謝を上げるためには大切なんですけど、やはり太る原因の多くはストレスから来てますんで、こういってね、筋肉をしっかり緩めることでストレス発散にもなりますし、筋肉が緩むってことはね、体がリラックスするってことにつながりますんで、しっかりね、ストレッチをしてもらうことで痩せやすくもなります。筋トレでね、痩せないよって方はストレッチはおすすめです。今度前行きましょう。つま先も一緒に倒しながら、できるだけね、呼吸を深く吐きます。呼吸をですね、例えば10あるとしたらですね、1から10をするんではなくって、1から5ぐらいで少し吸っていっぱい吐くっていう感じです。なので呼吸はいっぱい吸ってふーって吐くとすごい長くなってしまうんで、5しか吸わずに5吐くといった感じのイメージです。本当にね、息がね、もうなくなるかなっていうぐらいの時に、体はね、ふーっと力が抜けますんで、吸う時とか息がまだいっぱい残ってる時は少しね、体に力が入りやすいです。見よう見まねで、この体を左右に振っていきましょう。ストレッチはね、筋トレみたいに、まあ硬い人は辛いかもしれないんですけど、慣れるとね、本当にストレッチっていうよりも、もう本当になんだろう、こうブランブラーンとした体操みたいな感じなんでね、毎日でも続けやすいです。お風呂上がりにね、してもらうことで深い眠りにつくこともできますんでね、アロマオイル炊くとかね、ああいうことをしてもらって、しっかり眠りと筋肉の緩みを誘ってもらえたらと思います。今度は股関節をね、回します。つま先をしっかり倒しながらやっていきましょう。ちょっと数日ね、この5日目6日目数日ちょっと空いたんですけども、その間ね、皆さんちょっと硬くなってると思うんで、今日は無理しないでね、やっていってもらえたらと思います。またコメントとかね、しっかり今どんぐらいの状況かっていうのをね、教えてもらったら、こっちも対応できますんで、ぜひコメントください。はい、じゃあ今度は足も上げていきましょう。両方で体を回します。実際筋トレをして太ももが太くなった人とかも、こういったね、ストレッチをしっかりしとけばね、足太くなりませんので、そういった方にもね、この180度開脚おすすめしております。どんどん筋肉をね、太くしたいよっていう人は、別にストレッチをせずにですね、体が硬い、筋肉が硬い方が筋肉のね、伝達が早いんで、体硬い人の方がもう力はね、グッとつきやすいんですけど、筋肉を大きくしたくないよっていう人とかはね、もう絶対ストレッチした方が足は細くなります。よし、 OK。 この足の裏をします。あ、やばい、
今日は穴開いてます。失礼します。ほら、前に体重を乗せてこういう感じでつま先持ってですね、体を前に倒しながら行きましょう。はい、この足裏します。なかなかストレッチってね、自分でやっぱりやるのって何種類もわからないですし、こうやって見ながらね、一緒にやってもらえたら、まあ楽だしね、真似するだけなんでね、簡単で良いかなと思います。頑張ってください。はい、少し前出して同じように行きましょう。こういう感じで押さえます。はい、 OK。 今度はね、足をね、伸ばしてる足は足の内側がね、床につくように、これで体をね、左に伸ばしてる足の方に体をね、倒して内ももを伸ばしましょう。この内ももをね、しっかり伸ばしましょう。グッと、はい、反対の足も伸ばして内側つけて、こういう感じでやっていきましょう。このね、足を前向けた状態の股関節がね、結構やっぱり柔らかくなりにくくってですね、だいたい例えば動画で180度開脚とかね、調べてもらうと分かると思うんですけど、みんなの大体の人がつま先が上向いて、あんまりね、180度いってないんですよね。つま先が上向いて、だいたいね、170度ぐらいで、こういう感じで、こういう感じになってます、大体これがね、まあ、パッと見に180度に見えるかもしれないんですけど、実は広がってなくってこういう感じになってます。でこれがね、しっかりね、つま先が内側向くとこういう風に180できますので、そこを目指してやっていきましょう。こういう感じです。ちょっとね、バッテリー少ないな、これ。今度はしっかり前に体重乗せて、こういう感じで上下です。グッグッグッと、この時に息はしっかりね、ふーっと吐くといきますんで、しっかり深く吐いてください。で今度は縦いきましょう。1、2、1、2、呼吸はね、浅く、あんまり小すぎるとね、筋肉膨らむんで、しっかり浅くいきましょう。反対、こういう感じです。1、2、1、2、浅く浅くでいきましょう。呼吸は基本息をね、吐いてる時に体は沈みますんで。じゃあ今度はね、少し後ろ足は曲がってもいいので、こういう感じで前に倒してください。でつま先はね、できるだけ上げてる方がいいです。つま先をしっかり上げて倒れるストレッチができれば、ふくらはぎの形がね、すごく綺麗になりますんで、しっかり開脚したいよって方も、ふくらはぎ細くしたいよって方もね、しっかりつま先上げてストレッチをしてください。はい、反対。この時もですね、ただ一定方向ではなく、少しね、数センチ体をずらしたりして、しっかり自分がね、伸びてないところを探してください。いろんな方向をね、やってみてもらって、いろんな方向、もう本当にね、ストレッチって1センチずれたらもう体がね、いかなかったりするんで、もう一回前に行って股関節を緩めましょう。もうちょっとこうね、体重を少し乗せ方を変えると、もう全然硬い部分があるんで、そこをね、いろいろこう動かして硬い部分を探してほぐしていってもらえたら180度いきます。はい、今度はね、体をしっかり、股関節をね、しっかり前にかがんだ時に痛いよって方は手をついてください。できるだけ股関節を伸ばしてください。そんなにね、このストレッチでカロリーっていうのは使ってないですが、全くね、運動してない人とか、いきなり筋トレしてもね、続かないんで、こういうストレッチの時間を作って、少しずつね、体を動かすってことに慣れてもらえると、そこの習慣をね、筋トレに変えるだけですから、
まあ、習慣化しやすいのかなと思います。 OK です。今度股関節逆いきましょう。はい、正座からしっかり広げます。でしっかり手は腰でグッグッと上下、これ結構痛いんでね、しっかり力が入らないように、痛い時にリラックスできるかどうかっていうのがねコツになります。はい、 OK です。よいしょ。はい、お疲れでした。いや、ストレッチもね、習慣になっていくと、例えばこの10日間でね、180度いかない人も、このままね、また動画を何回も見てもらえれば、1から10日までを続けてね、見てもらえれば、30日とかストレッチ続ければ、もうかなり柔らかくなりますんで、やっぱりポイントはね、お風呂上がり、または運動後です。ストレッチをね、するときには体が温まってた方がですね、筋肉伸びますんで、慣れてきたときにはもう朝、硬いときにやってもらってもいいんですけども、やっぱり体がね、硬い時にやると痛めでね、次の日伸びなくなってしまいますので、できるだけ柔らかい時にお風呂上がりにやってください。今日もご視聴ありがとうございました。